CGN TV をご覧の皆様、こんにちは。大阪府のプレイズレポーター、福音落語家の露の桔梗です。今回は、去る6月21日に、大阪クリスチャンセンターの OCC ホールで開催された、ゴスペル落語会のレポートをお届けします。このゴスペル落語会は、クリスチャンの方も、ノンクリスチャンの方も、誰にでも分かりやすく親しみを持って聖書の世界を知ってほしい、福音落語を通して一人でも多くの方に楽しく笑いの中でキリスト教に触れてほしいという思いから企画されました。出演者は5人で全員がクリスチャン。このクリスチャンばかりの出演者による落語会というのは日本で、いえおそらく世界でも初めてのことやと思います。まずはじめはゴスペル聖パウロさんの罪許された女。これは新約聖書のヨハネの福音書8章3節から11節を題材にして創作された福音落語です。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいという有名な下りです。演じたパウロさんは和歌山県のクリスチャンで、プロの方がやってる落語教室に通いながら福音落語に取り組んでいらっしゃいます。2番目は女性の大川亭栄華さん。ネタは道具屋。これは普通の古典落語で、1本ぐらいは普通の落語があった方がノンクリスチャンの人も親しみやすいやろうとこのネタが選ばれました。栄華さんは実は牧師で、大阪の西成区で野宿者を対象に伝道するうち、分かりやすく面白く話をしたいと落語を始めたそうです。ちなみに彼女は上方落語協会がやっている落語講座で落語を勉強されています。そして次が私、露の桔梗の修論。これは大正時代に作られた純古典で、親子が繰り広げる仏教対キリスト教の宗教論争のお話ですが、クリスチャンである私が演じるにあたって少し手を加えて演じました。中取りは福音亭パスタさんのカナの婚礼。タイトルからも分かるように、新約聖書ヨハネの福音書2章1節から11節を落語にしたものです。パスタさんも牧師で、社会人落語選手権にも出場され、なんと一般の方に混じってこのカナの婚礼を披露されています。それどころか、実はこの CGN TV の番組御言葉に聞く近畿滋賀の2011年1月13日放送分でも、いやちょっと待ってくださいよ、ちょっと、カナの本音を披露されていますので、よかったら見てみてください。中入り休憩の後、人形漫談の花島二郎さん。花島さんは東京の芸人さんで、キリスト教エッセンス満載の腹話術で客席を沸かせていました。トリは再び私、露の桔梗が蘇生の息子をやらせていただきました。これは新約聖書ルカの福音書15章11節から32節。クリスチャンには高等息子でよく知られる例え話を人情話として創作された福音落語です。ですから面白いだけでなく、ほろっとする場面もあり、終わって出てきたお客様の中には、高等息子は何度聞いても感動します、福音落語で聞けて笑い泣きしましたと目を潤ませている方もいらっしゃいました。実はプロの芸人は私と花島さんだけという出演者で、どれだけの方が来てくださるだろうと思っていたのですが、主催の大阪クリスチャンセンターでは初めてではないかというくらい、たくさんの問い合わせや申し込みがあり、またびっくりするぐらい大勢の方が来てくださいました。その来てくださった皆さんが口々に、楽しかった、最高に笑った、またやってほしいと言ってくださり、出演者一同心を合わせて祈って準備した甲斐があったと喜びました。キリスト教の堅苦しい雰囲気や外国の宗教という概念を吹き飛ばす福音落語。お笑いに対して貪欲な関西ならではの発信方法かもしれないと思いつつ、この福音と笑いの輪が日本中に広がっていけばと願っています。以上、大阪府から福音落語家
露の桔梗がレポートいたしました。